今日はね、今からちょっとリペアショップの、はいはい、リペアショップおじさんっていうところに向かってます、はいはい、おギターをね、人生初のちょっとリペアに、おリペアにいろいろチェックしてもらって、はい、もしこれ修理した方がいいよってなったら出そうかなっていう感じの、おお、なるほどなるほど、じゃあちょっとそう、もうすぐそこなんでちょっと診察に行くんですね。診察してもらいに行きましょうか。行きましょう行きましょう。はい、孫さん今ちょっと何してるんですか。ファンコーズさんのところ到着して、はい、ファンコーズさんの方の動画今撮り終わって、撮り終わりましたね、はい、あの顔で弾け選手権っていうのをやってまして、はいはい、それあのコラボで撮ったんで、はいはい、ぜひ見てください。ぜひ。でその後に今ちょっとスイカをいただいてて、ね、なんでスイカ食べてるんですか。俺らの方まだ撮ってないんだけど、はい、とりあえずこれいただいてから回しましょうか。ありがとうございます。スイカをいただきました。スイカ取り終わりました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。今回なんですけど、はい、僕前ギターの時なんです。おお。で僕人生でリペアっていうことをしたことがなくて、はい、え？マジっすか？10年ぐらい弾いてるんですけど、はいはいはい、一回もしたことなくて、へー、ちょっと一回ね見てもらって、はいはいはい、で必要であればもし可能であればしてもらおうかなっていう。あ、そうですね。一回見てみて。感じで来てるんですけど、うんうん、で何年直してないんですか。直したのかチェック。このギターに関してはでも 3,4 年ぐらいですかね。あ、前のギターもっと10年ぐらい使ってましたけど、でも一回も見てもらったことないんで。あ、じゃあそれはそろそろ本当に見た方がいいの。ちなみにファンコーデさんってここはもうリペアショップとしてやってる感じだったんですか。そうですね、もともとリペアショップでスタートしたんですけど、まあ楽器販売もやるし、あとうちにはあのエフェクターとかピックアップとか、このオリジナルもいっぱいあるんですか。カスタムってことですか。ボードセス、いや、これはもうオリジナル商品で、あ、ギターとかもオリジナルとか。そうですね、これはうちで作る、半分うちで作ったやつで、へ、ちょっと一回、はいはいはい、なんていうんですか、査定じゃなくて、なんていうんですか診断診断してもらっていいですか、ちょっと。あ、いいっすよ。ギター診断。そんなにめちゃくちゃ今弾きづらいっていうことはないんですけど、おお、多分ね、その基準が分かってないんで、多分弾きやすいギターをあんまりしてなくて、もしかしたらもっとこうしたらいいよみたいな。なるほどなるほど。あ、いいですか。フレットそんな減ってないな。あ、なんかね、コメントで11、12フレット減ってないみたいな。あ、でも減ってるわ。この辺が減るんだ。なるほど。結構普通の人って、この辺が減ったりするんですけど。はい、あ、ローコードを。そう、あんまり減ってないですくて、やっぱこの辺よく弾くんだな。そうですね。で、フレットがもうこう平らになってきちゃってるから、例えばこことかまあ、結構減ってるんですよ。だからこの結構こういう、はい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 、やりますね、ね、よくビブラートかけるプレイだなっていうのが結構わかりますよね。ネック、あ、ネックも反ってるな。わかるんですね。はい、これちょっと反ってるんで、あの、あ、なるほど。で弦高は低めなんだ。この辺もいじってないですか、全く。全くいじってないですね。あ、ちなみにそのリペアの時って一番多い、なんていうんですか、注文というか、はい、何が一番多いですか、その修正するのに。あ、ネックの反りですか。でもその全体調整みたいなのも結構多くて、はい、これだとネックが反ってる状態で弦高が下がってるっていう感じなんですよ。はい、順反り、逆順反り、順反りですか。で、フレットも結構減ってるんで、一回そのいい状態っていうのにしていいですか。はい、ああ、全然。え、そんなすぐにできるもんなんですか。その調整はすぐできますけど、結局最終的にはフレットのすり合わせとかもやった方がいいかなって感じで。あと、なんかこのボリュームのノブが、はい、これ、トーン、たぶんトーンの正解なんです。そうなんですか。ああ、なるほど。あ、これも全然すぐ直りますよ、これは。なるほど。すごいっすね。いや、さすが、やっぱり。全然わからんもん、俺、自分じゃ。マコさん来る前、なんか特に調子悪いとかないって言ってましたもんね。ないって思ってた。だこういうもんやと思って弾いてるんで。はいはい、はい。基準が。あの、人間の体と同じで、ちょっと歪んでても、はい、支障がなかったら病院行かないじゃないですか。ああ、そうそうそう。なんか、ちょっと体調悪いかな、ぐらいだと、なんか、まあ、こんなもんか、はいはいはい。でも結構、その、実は結構やられてるっていう。はいはい。結構定期的にやっぱ出す方がいいですか、リペアって。その1年に1回とか。まあしとくと安心ですよね。あ、この辺とかも結構変わってくんじゃないかな。あ、確かこの辺は確かにあんまり、そもそもなんかいい音出ないと思ってるんですよ。そんなこともない。あ、そんなこともないです。あ、ちょっとじゃあ1回そうそう、お願いしてもいいですか、ね、ちょっとやれば。はい、いや、どんな感じの音変わるんですかね。な、楽しみやな。すごいですね、本当。あんな触っただけですぐ分かるんですね。それもプロフェッショナルやからな。いや、さすがっすね、すごい。
いいギターを多分俺そんなに思想とか持つへんね楽器屋で。え、だからそのそもそも多分、はい、何いいのを知らんかもしれない俺。え、今のギターは楽器屋さんで買ったんですか？楽器屋で、いや、ネットで買った。ああ、もう思想しないで。へえ。で、前のギターは、ギブソンのレスポール、スタンダード。はい、はい、まあ。結構いいやつやねん。はいはい。で、それもなんか、10年ぐらい使ってて、はい、多分感覚ちょっとずつバグってんねん。弾き始めより、10年ぐらい経ったら、変わってるはずやけど、ずっと弾いてるから気づいてないもんね。なるほど、なるほど。感動するかもな、やってもらった後。行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。で、今の状態を説明すると、はい、まあ、ちょっとネックがちょっと順ぞってる状態で、はい、順ぞりってこっちでしたっけ？あ、こっち側に沿ってる状態。バランスがあんまりいい状態じゃないので、はい、まずは一回、あの、ネックをまっすぐな状態に、はい、します。お願いします。ちょっと待って、音があるんですよ。トラストロットやったかな。そうそう、トラストロット信じるになっちゃうんで、トラストロット。トラストロット。トラストロット。これを、回すと、それ回すとネックの調整、反ったりができる、反ったりが調整できるっていうやつで、でこれでちょっと締めてあげる、はい、ちなみにそのネックの反りの見方みたいなのってあるんですか？一応まあ簡単なのは、はい、この1フレットと最終フレットを押さえて、はい、その間の隙間を見るっていうのが一応簡単なやり方で、まあ本当はちゃんとやろうと思うと、はい、こういう定規とか当ててもらって、はいはい、あのその隙間で見たりとか。へー、ああなるほど、はい、あそうするとまあ分かりやすいかな、はい、だいぶまっすぐになったんで、この時点で一回弾いてみますか、はい、これで結構ギターの鳴り方自体はだいぶ変わってると思うんですよね。ああ確かに、ああビビらない、なんかこの辺いつも絶対ビビってます、ね、ちょっと弾きにくかったのが、ああ確かになんか全然ってことじゃないけど、どうすか、違うわ、違う、うん、へえ、結構音の出方が変わってきてると思うんですけど、はい、でこっから、あこれオクターブもずれてるな、でオクターブに関してはでもフレットが減ってるんで、はい、結構もうなんて言ったらいいだろう、ずれてると思う、はいはいはい、だからそれもフレットすり合わせしてやってあげると、あのすごいバッチリな状態になると思う。今とこ孫さんのギターは、まあ、そんなに状態は良くなかったと。良くなかったそんなの、そうでもない、まあ、軽症という、軽症なるほど、あの早く病院に来て良かったってやつよかったですね、これ以上行ってたらやばかった、はい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 、なんか弾いてる方って分かんないですよね、その自分でずっと毎日弾いてるんで、そうだからちょっとずつ変わってる、そうですね、その劇的にやっぱその年取っていくのと一緒で、はいはいはい、他人が見たら分かるけどみたいな感じ、そうそう、なんか何年かぶりに弾いたら多分分かると思うんですよね、毎日ちょっとずつその変わっていくもんだから、ドラムもありますもんね、こういうの、あ、あるんや、あ、分かんないですあるんだと思ったら削る、すり合わせって言って、はい、頭の高さを揃えてやって、はい、削る作業ってことですか？そうですね、あ削ってそこからもう一回丸みを出してやって、はい、その頂点を作って、はい、フレットってまあこういう形になってるじゃないですか、はい、で弦がまあこう指を押さえるとここに当たる感じになるんです、ちょっとこれなんかしわいないこれね、こう見たら、横から見たら、ね、そうそうそう、はいはいはい、ただ今結構減ってきてるんで、はい、このくらいになっちゃってるんですよね、ここがなくなって、はいはいはい、はい、で本来ここで当たってるはずのもんが、はい、今音程出してるのここになっちゃってるんです、まあここはブリッジ、こっち、ああ面が当たってるってことですね、ああそうですね、はいはい、まあこっちがブリッジだとしたら、はい、ここでこう当たって本来はここで音程を出してたはずのものが、はい、今ここで音程出してるようになるってことは、はい、音程やっぱ出したい位置はここのはずなのに、はい、こんだけずれてるってことになっちゃうので、この今減ってるやつをこう削ってもう一回丸くしてここにやってやろうっていうのがフレットの振り合わせなんですよ。それって大丈夫ですか？あ、もちろん、もちろん、まず、はい、お願いしたいです、ね、今日はちょっとそれできないんですけど、はいはい、どうしたいですか？なんかで預けてまた後日取りに来るみたいな。あ、そうですね。あ、全然僕はそれでお願いしたいですね。まあちょっと急いでやれば。またその時動画回しながら来ても大丈夫ですか？もちろんです。
回回してまーす、はい、はい、いや本当貴重なね、こんなまたプロの技というかめちゃめちゃすごかったっすね。いや簡単な調整でも結構やっぱ変わるっすよね。でも今弾いてみた感じ全然違うんで、うん、最後またこれフレットのすり合わせです、ね、そうですね、すり合わせもあと1週間ぐらいかかるんで、はいはい、今回これちょっと入院してもらって、入院です、はい、また1週間後にその動画多分このケツにくっつけるんでお願いします、はい、結構びっくりすると思います。だいぶいい動画撮れたみたいなそんな感じ、あの、はい、ハンコジさんの方でもコラボしてるんで、そっちもぜひあの概要欄貼っとくんで見てみてください。面白い、お楽しみどんなコラボかな今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。来週よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ来ました。はい、再びに来ましたんで、はい、仕上がりました。ありがとうございます。お、確かにめっちゃ平らな感じだったんですけど全然違いますね。あー全然違います。あーいいですね。このなんかもうギシギシ感ないんですよね。なんかそうそうそう、つるつるっていうかちょっとザラザラして今まで、はいはいはい、ピーってするときにザラつく感じあってんけど、へー、それもなくなって、キュイーンって言ってコードとか弾いてもらうとやっぱもうね、響き方とかも全然違うと思う。あんま生で弾かんからあれだけど、多分、はいはい、通してやったら、そうですね、もういいやろなっていうのが。で、あとなんか、この辺、音悪い、弾かないって言われますよね。もう全然多分。あなんか、音悪いんで、この辺使わんようにしてたんですけど、多分もう全然、全然、ちゃんと音が伸びるというか、サスティンがあるっすね。消えないですね。これでライブもバッチリじゃないですか。バッチリですね、8月6日。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、あと、ボリュームと、あ、そうかそうか、はい、あとね、ピックアップすごいツルツル、あ、こうなんかここもなんか触れてたんですかね、下に。あ、そうですね、なんかすごい、はい、こうキュッてできひん感じの、なんて詰まってる感じがあって、あ、か、硬い硬い、はいはいはい。あとピックアップの高さもちょっと高すぎたんで、あの、調整してあるんで、あ、この距離ですか。はい、あ、あ、めっちゃいいわ、これなんかシュッてできるわシュッて、あの、皆さんよくやるシュッてやつですね。あ、そう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 、はい、いや、ちょっと帰って、弾き早く弾きたいわ、これ。そうですね。じゃあ、そんな感じで、あの、終わりますかね。ありがとうございました。まあ、こうすり合わせのこととか相談あれば、あの、うちに。はい、何か、連絡いただければ。ぜひぜひ。ホームページとか貼っとくんで、はい。パンコジさんの。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、真帆さん、お疲れ様でした。あ、お疲れっす。いやー、よかったね。いやー、めっちゃ良かったっすね。やっぱ大事やね。大事っすね。はいはい。ほらとね、なんかヒロキ最近映像やってて。あ、そう、最近。軽く撮影みたいな。そうっすね、これからちょっと付き合っていただけると。ちょっと腹ごしらえでも。そうっすね、ちょっと飯食ってから行きますか。うまそうっすね、何頼んだんですか。なんかハラミと、ソーセージと、タンと、はい、ポテト。結構、がっつり。がっつり。まあ、食レポとかできます？あ、いけるっすよ。マジっすか？ちょっと食レポをやってみてください。いいっすか？これでいいっすか？え、そう、じゃあステーキ。はい。ステーキ。まあ、美味しそうっすね、これ。めっちゃ美味しそうっすね。七味かかってて。はいはい。すごい。じゃあ、いただきます。はい。